ございます。カイチです。皆さんお帰りなさい。もうこれ頂上行けちゃうんじゃない諦めない諦めない。はこれ一番下じゃない。これちょっと近づいてみるか。うっ、私が守る。ちょっと待った、ちょっと待った。なんで、なんで燃えとんの。近づいちゃいかんって感じかな。お、いいね、これだ。ほい、オッケー、来た。ようやく進みそう。あ、でも一発じゃないな、多分。せい。よー、調子いいよ。多分次がラストかな。ほい、燃えないの。ようやく神樹への攻略がスタートですかね。おお、久しいな相棒。おめえは必ずここに来る。俺はそう信じてたぜ。ガノンに乗っ取られたこのルーダニアを奪い返しに来たんだよな。ならまず内部の構造を示したマップを手に入れなきゃならねえ。うん、あれがマップの情報が入った誘導石だ。あそこへ向かえ。よし、前の神獣とシステムは変わらんね。しまった、しまったんですけど、ちょっとさ、あんまりね、あ、これでもいいかな。はい、まあ、あんまり矢は使いたくないんだよね。待って、どっか明るくできるはずなんだよね。ん？これマップかな？ああ、神獣のマップを手に入れたな。マップをよく見な。光っている印が神獣バ・ルーダニアを制御する端末だ。ルーダニアを取り戻すためには制御端末を託したぜ。おー、ようやくストレスなくなった。あれ動かない。
あ、動いた。おお。押すのね。残りの制御端末はあと4個。その調子だ、相棒。で、こうでしょ。リンクを舐めないでくれ。あ、やっと来た。あと1個かな。よし、制御端末はこれで全部だ。よし、メイン制御装置を、マップをよく見な。新しく光っている大きな印があるはずだ。いや、もう行ったよ。そこへ向かえ。そこは行ったよ。ただ宝箱なんだよ。なんか怪しげな穴を発見しました。入ってみようと思います。何か発見しました。おお。いやー、いいね。巨大なコア。そっちか。さあ、決戦だ、決戦。よし、じゃあ今回の配信はここまでにしようかなと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ぜひ次回の配信でお会いしましょう。